工学書、管学書は、王政復古直後に、明治政府によって、京都に設置された、高等教育機関。大学寮に代わる組織を目指したが挫折した。この項目では、全身機関たる、大学寮代お及び、更新機関である、大学校代についても述べる。平安時代末期の暗言の対価によって、大学寮が事実上廃絶して、以後、 朝廷内に公式な教育機関は存在しなかった。任工天皇は教育機関再建を目指して京都御所内に学習院を設置した。学習院は大政奉還以後の政治的混乱から一時閉鎖していたが、大政奉還から半年後の慶応を4年3月12日に再開された。だが、学習院が旧来の大学領土用の授業に基づく。 教育方針を取っていたことに不満を抱いた平田派の国学者は国学都心等を中心に据えた学習院の改革あるいは新生学校の創設を求めたのである。これに先立って平田哲種、ね、玉松三を、矢野玄道の3名の国学者に新生学校の調査を命じられて3月28日に報告が出された。報告では大学寮、学習院に代わって 学者制を導入して、本教学、形成学、自称学、仇学、外、茂学の五可変性の構成とし、儒教を中心とする妙行道に変わり、国学を中心とする本教学を中心とする制度にしようとしたのである。だが、この構想に反対する保守的な区下勢力や、儒学者を中心に4月15日に学習院を大学領大と解消して、 大学寮再建方針が打ち出されたのである。これに、平田原は強く反発した。憂慮した松代藩士、長谷川明道は、岩倉智美に意見書を送って、両社間の妥協を促す意見書を出した。岩倉はこれに同意して9月13日に、平田案に基づく、国学中心の工学書と、大学寮大を改祖した、官学中心の官学書の二項体制に移行したので、ある。 9月16日には、京都に大学校を新設する大上官布告が出され、これにより、官学書は9月18日に開校し、工学書はやや遅れて12月14日に開校した。工学書では前期の科目を教授志向内に、雨のみ中主の神以下の神々を学神として祀る、神殿を設け、生徒数は8歳から38歳まで108名。 官学所の生徒数は130名程度であった。ところが、直後に東京テントが決定され、東京に移った政府は、旧江戸幕府の将兵学校などを基礎として、洋学などを織り混ぜた大学校の設置へと構想を修正した。これにより、両学所の実質は東京へ移されることになり、交換両学を教授する大学校の本校には、工学所の出身者が採用された。 そして同年9月2日に工学書、官学書の廃止命令が出され、8日後には工学書、官学書ともに廃止されたのである。だが、この決定に工学書、官学書ともに強く反発した。これに押されたルスカンは東京に置かれた大学校を保管するとして12月10日に独断で旧工学書と旧官学書を統合した大学校台を設置した。 しかし、大学校大は、東京テントで、多くの区下が京都を去ったことも影響して、生徒を十分に集めることができず、また、交換量派の対立が止まなかったため、翌明治3年7月25日、不審を理由に、これを廃止し、京都府に関する政府の命令額だった。そして同年十二月七日、府学として開校した。一方、 東京の大学本校でも、学震災などをめぐって、旧小平校系と旧工学所系の対立が激化し、同時期の明治3年7月に内紛を理由に、大学本校が閉鎖されていた。京都における大学校大挫折の結果、新政府の大学設置構想は、東京を中心に進展し、またその中で、国学系、官学系の影響力は著しく低下した。 彼らの復権は1877年4月に発足した東京大学文学部に和漢文学科が設置されるまで待たなければならず、また京都に初めての大学が設置されるのはさらにそれから20年経過した1897年のことであった。工学書は当初、丸田町通り北の9条邸内の少し北に設置が予定されていたが、京都御苑北の2条邸内に設置された。 管学所は、鴨川西岸の梶宮邸内に所在していた。大学校設置に伴い両者は規模を縮小し、休校学所の所在していた二条邸内に統合された。その後、不立中学校への転換に伴い二条城北の旧書次第や土地に移転した。学習院、大学校の関連文献も参照のこと。ありがとうございます。